はい、じゃあ始めます。今回はヘルスランナーの話を持ってきました。僕は、映画システムマネジメントって会社で勤めてる伊藤浩一と言います。でロボコップのコアチームやってて、僕結構オープンソース周りだとロボコップの人って覚えられてくれててありがたいんですけど、ロボコップしかできないと思われると悔しいので、ちょっと今回違うネタで持ってきたっていうことで、まあ、2018からルビカリなんかかの形でいろいろ話したりとかしております。で、まあ、オープンソース大体なんか毎日やってる。で、勤務先の、家康システムマネジメントは Ruby と Agile を得意としているもので、今回コーヒーハウススポンサーというところを、提供させていただいてます。まあ、もしよければ、こういったお店で、コーヒー楽しんでください。また Ruby メソッドカルタというものを部数限定なんですけど配布してますので、もしよければこちらまだお手にしてない方いらっしゃいましたらお声掛けください。弊社メンバー、今回現地に8人おりますので、メンバー誰かに声かけてもらえれば手に入ると思います。で、月地 OSS パッチ会というものをやってますので、こちらも Rails OS パッチ会でググっていただけると出てくるので、よければ、聞いてみてください。でですね、弊社でですね、自宅の会社なんですけど、全国から働ける環境なので、一緒に働いてもいいぞっていう人いましたらぜひお声掛けください。来たことあんまないんですけど知ってますよだけれども募集してますよ、待ってますよっていうところで、今回僕英語苦手なんで日本語で話させてもらうんですよ。スライドも結構添削にですね、チャット GPT って流行ってるじゃないですか、あれのバージョン4を会社でちゃんとサポートされてるものを使って、弊社エアシステムマネジメント提供で今回のところいろいろやっております。で今回来ていただいた方、並列テストの話というところで来ていただいたと思うんですけど、コンテンツとしてはまず並列テストは何かっていうところと、あと並列テストをするにあたって、まあ、大体ツールがいくつかあるので、その中の紹介で、その中でも僕が今メンテナーやってるテスト級の話というところを最後にやろうと思います。トピック2つ目が一番手厚いです。でですね、まず並列テストなんですけど、まずテストがないコードはレガシーコードとかいうところはもう2004年にこれはもう決着ついてる話なんで、そういう話はあまりしなくて、でサービスが大きくなっていくとコードも増えていって、テストコードも増えていくじゃないですか。でテストコード増えると、まあ、TDD、BDD、TAD 別にどれでもいいんですけど、なんて言うでしょう、テストってどれぐらい実行に時間かかります、フルビルドっていうところちょっと心に思い描いてもらいたいんですけど、で昨日LT でドラ叩いた松本さんと昔話してた時、まあ10分っていうのはいいこう数字だねというか、10分以内に終わるといいねって、ああまあせやなみたいなところあるんですけど、僕が関わってるプロジェクトのある時点のやつとかだと、まあ3795のテストがあって、でこれがまあテスト増えると、なんかテストがないとかあるとかそういう話じゃないんですよ。もうスローテストっていう新しい問題がまあやっぱもうちょっと前からもやっぱ出てまして、そういった時に何があるかっていうと、1時間かかるプリリクエストビルドにかかるやつあると、24プリリクエストプロジェクトできちゃうと翌朝になっても終わらないとかいうひどいことになっていて、ちょっともうこの 86,400 というのが1日の使える秒数なんですよ。これは全人類平等のものなんですよ。なんでなんていうでしょう、60秒かかる1分かかるテストが30回あると30分それだけかかるんですよ。であなたのプロジェクトのプリリクエストいくつコミット重ねて何回ビルドできるってところは結構重要で、開発体験にすごい影響する。でこれに対するカウンターっていろいろあるんですけど、例えばR スペックとかですと -P プロファイルですねのところで、まあ、オリコンチャートみたいな感じでトップ30遅いやつみたいな感じで出して、遅いやつから順番に調べて早くするっていう方法ですとか、あとはその Rails アプリケーションとかだとデータベースは大体使うと思うんですけど、データベースクリーナーっていうデータベースを初期化するジェムとかなんか使ってると思うんですよ。松田さんのデータベースリワインダーとかいろいろあるんですけど、その時に非同期のテストとかってデリーションかトランケーションとかっていうところを選んで、なんか一見トランケーションの方が早そうに思うんですけど、テーブルがずっと削るやつ、行数をガッと順番に削るデリーションじゃなくて、でも逆にデリーションの方が早いこともあるので、それで実際バイテスト早くなったことあるので、この辺とかも、まあ推測するような計測性のところの根拠で、まあ、ちゃんと見ていきましょうっていう風なんですけど、こういうことやるのって結構パワーかかって大変なんで、もっと楽なものがないかっていうところで、私のおすすめっていうところで、まず金を手に入れるんですよ。でその金をもとにとりあえず CPU とメモリたくさん積んだ環境を手に入れて、で並列テストをすると早くなるというところがおすすめのところで、並列テストです。で素直に R スペックとかその辺とかをなんかこう実行すると、なんていうでしょう、1個のワーカーでこうテストを実行するのでやっぱ遅いんですよ。でこれに対して並列テストにするとこんな形で比較するとこんな空き時間ができる、早くできる、もっと本質的なことに頭のコンテクストスイッチ変えることなくできるっていうのがあるというところで、ここまででとりあえず並列テストってまあいいものだなというところが伝わるといいなと
思いますというところで、ここまでを踏まえて、じゃあどういうふうにそれを実現するツールがあるかというところで、今回持ってきたのがこの4つ、ミニテスト、レイルズ、パラレルテスト、テストで、ミニテストなんですけど、レイルズで、アクティブサポートテストケースとか使っている場合とか、そのまあバックエンドですね。で、ミニテストはデフォルトでは直列のテストなんですけど、パラライズミーってやつを提供してて、それ使うとマルチスレッドでの並列テストに切り替わります。で、さらにそれマルチスレッドがデフォなんですけど、そこのところの戦略を変えれるようにプラグアブルな形に設計されてますっていうところがあります。で、図にするとまあこんな感じですね。このなんていうんでしょう、テス、スタート、クック、サイズ、シャットダウンとかいうインターフェースを備えているものであれば差し替え可能になってて、デフォルトだとミニテストパラレルエクゼキューターとかいうマルチスレッドによる並列テストのもの。ただあまりマルチスレッドで並列テストしても、メモリだけで完結する何かのテストだと、スレッドを起こす多分オーバーヘッドの方が大きいんじゃないかなってところで、逆に遅くなるとこあるから、あんまりなんかどれぐらい実用的だろうというか若干疑問で、ものとしては単純ですよね。サイズタイムの分ループして、でその分スレッドを起こして、スレッド間でインスタンセンスの Q共有して、でこのループの中で Q の中でお仕事ある分をポップして取ってって、このミニテストランワンメソッドとかやつでテスト実行するっていう。で、Q に詰める方はここのクックのところですね。あと Q のところにクックでワークっていうところで、ここのところって結構ハックあるにしてあって、パラレルテストをやる場合に切り替える場合はミニテスト、パラレルテスト、クラスメソッドとかやつをミキシンして、このランワンメソッドってやつを上書きして、テスト、この赤線のところですね、パラレルテストランナー、じゃあパラレルエクゼキューターのところに急にこうタスクを積むみたいな感じで差し替えるみたいな作りになってるんですね、とかいうところで仕組みを裏側で持ってるんですけど、それをさらに別の使い方っていうのがあって、名前すごいんですけど、ミニテストってヘルってやつがあるんですよ。で、MT ヘルっていう環境変数使うとできるんですけど、このヘルとかいうやつだと、マルチセットでの並列かつプルービットジェムとかいうやつが入ってると、テストメソッドの中にアサーションメソッドがないと強制的に落とすみたいな、エクストリームなモードがあったりとかするけど、実用性はどれぐらいあるかは僕はちょっと使ってないから分かんないですけど、こんなのもあったりとかっていうところで、まず備えてるっていうところをまずある。で、その上でレイルズですよ。レイルズはレイルズ6でパラレルテスティングの機構が入って、これ6と7でちょっと動き違うので、7をベースにちょっと話すんですけど、7だとテストの数が50超えると、こっちの図の右側ですね、右側の方にパラレルテストで動くようになってます。で、レイルズ入すると、このテスト、テストヘルパーっていうやつができるんですけど、この中でアクティブサポートテストケースをオープンクラスして、中でパラライズっていうメソッドを呼んで並列化っていう形でやってるから、デフォルトでそうなってます。で、そのテストケースって何っていうと、ミニテストテストを継承している、さっき出てきたやつですね。の中で差し替え可能っていうふうにさっき言ったんです。そこの下の赤線のところのミニテストパラレルエクゼキューターのところで、アクティブサポートテスティングパラレルライズエクゼキューターとかやつに差し替えて、ミニテストはデフォルトでスレッドによる並列テストですけど、レイルズのところはここを左から右の方のこのアクティブサポートテスティングパラレルエクゼキューターに差し替えて、プロセスによる並列テスティングに変える。で、プロセスなんでインスタンセンスの共有とかできないんで、その辺とかの仕組みというところを、この右下のところのアクティブサポートテスティングパラライゼーションとかいうものを使ってやってる。で、ものとしてはもうプロセス感のところをうまいことこう強調するようになってます。ワーカーをフォークして作って、で、メインのプロセスの方は Q のところを DRuby で外出しして、その DRuby のところをこう叩いワーカーの方はプロセス叩いてタスクを取って仕事するみたいな作りですね。というところで、レイルズ自体は結構その並列テスティングのところをデフォルトで備えてて、結構やっぱ実践的、なんかどこのプロジェクトでもやっぱスローテストが問題になるだろうなっていうところで、備えててさすがやなみたいな形ですね。で、並列は物理コアの方に依存する。私この会社の社級の PC8 コアなんですけど、この場合だと並列8で動くっていう形ですね。で、ミニテストとかの話はいいんですよ。でもこの会場多分 R スペック使ってる人も多いと思うんですよ。で、 R スペックだとデフォルトでサポートされてないっていうところで、ちょっと考えられるというところが2つ、マイケル・グロッサーのパラレルテストと、今回主演になるアマンガプタが作ったテスト Q のところですね。
で、あのパラレルテストの方なんですけど、あのマイケル・グロッサーが提供し作ってるパラレルっていうジェムに依存します。でパラレルはパラレルイーチとかパラレルマップみたいなやつがあって、であの複数のコアで使ってあのイーチとかマップとかできるようにってところをバックエンドにしてて、で特徴としてはパラレルテストの特徴としてはあの事前に分割するんですね。あの例えば3000テストだったら雑に言うと1000みたいな感じで事前分割するっていうところがあって、2回目以降は1回目の実行結果のところであの次はいい感じの感じであの処理が早く終わるようにならすみたいなことやってるんですけど、まあ、作りとしてはシンプルなんですけど、弱点があって事前に分割してるのであの早く終わったワーカーと遅く終わるワーカーみたいなところに差があると、遅いワーカーにテスト全体が引きずられてテストの結果が来るのが遅いっていう問題がある。でそこを解決するのにテスト Q っていうものがあるんですよ。でテスト Q の作者はあのアマンガプタっていうあの多分何年か前の Ruby 会議のキーノートとかもされてる人なんですけど、彼の作ったものであのすでに存在 Q を並べてて、自身ワーカーが空いてるワーカーがどんどん Q を拾って Q から仕事拾ってあのテストを終わらせていくので無駄がないっていうところですね、っていうのところが結構ポイントで、アーキテクチャがなかなか優れてる。で出てくるものとしてはこれもまあプロセスのプログラミングで3つのプロセスが出てくるんですよ。で間の通信はまあ UNIX サーバーもしくは TCP サーバーで、まあ基本的に多分 UNIX サーバーの方は UNIX ドメインソケットでまあ大体の場合は事足りるんですけれども、ものとして1番2番3番順に言うと、1番のところはあのテストの配布を行うところで、2番のプロセスはあのテストのソースコードのところを解析してそこを急にテストを1個ずつ詰めるっていう仕事、3つ目はそこの急のところをテスト拾って実行するよっていうところですね。でコードとしてはこんな感じ、ミニテストランナーのところであのエグゼキュートインターナルっていうところのメソッドあって、まずスタートマスターのところで、TCP サーバーか UNIX サーバーかであのサーバーを起動する、まあ、大体の場合はあの UNIX サーバーの方で起動すると思います。でこれが1番のプロセスですね。で2番のプロセスのところは1個だけこれフォークします。でそのフォークするやつは、このアットテストフレームワークオールスイッチテストスイッチファイルとかいうやつのイーチとかあるんですけど、これであのテストファイルのところを解析して、でここのサーバーのコネクトのところでやってるんですけど、このニュースイートってところであのメインのところの Q に解析したテストを入れていくっていう仕事をしてる。これはフォークした別のプロセスで行う。またこっちも今度スポーンワーカーズってやつあるんですけど、ワーカーをこのコンカレンシーの分フォークして、このランワーカーであの Q で Q から拾ったテストを順次実行していく。でフォークした情報はメインの方からも見えるようにここのところでワーカーのところのインスタンスエンスに情報を入れてるみたいなことなんですよ。なんでものとしては、ちょっともう一回図にしますね。メインのところからまずフォークしますと、でこれは1個下は、複数個フォークしますとワーカー分で、で準備ができたら、こっちの右上のところはテストフレームワークっていうクラスのところで、アーツペックのコードですかミニテストのコードですとかそれぞれのフレームワークごとに解析して引っ張ってきてそれを、延期する。でニュースイットってやつで延期ですね。で今度はデキューするポップつまりデキューして、取ってきてテストを実行するってことをやるというところでプロセス間の強調をやってる。で命令としてはあの延期するニュースイートだとかデキューするポップですとかあとまだ準備できてないよってウェイトですかカブーンってなんかよくわかったらボーンっていうやつですよ。あの爆発させるらしくてすぐ終わるっていうやつがあって、でそういった形で、仕組みができます。でこの命令今の命令とかを見ると多分この右側のところちょっと実小さいかもしれないですけど単純でものとしてはもうループしてる中であのワーカーとかからあの命令が来たものをそれぞれの命令にごとに処理を繰り返して行うっていうような仕組みになってるっていう風ですね。でポイントとしてはそのワーカーのところはあのイテレーターイーチっていうメソッドがあってこのイーチメソッドってあのイニュメラブルをミクシンしてるんですよ。なんでこのイーチを定義すると当然マップとかその他のエニュメラブルのメソッドとかもこのイーチの
実装ベースで動くようになる。でこの実装が何かっていうと each とかを使ったらこの pop つまりあの Q からタスクを取ってくるよみたいな作りになって、でソケットからリードしてあのマーシャルロードしてテストを実行していくみたいな作りになってます。で内部的にはこんなクラス構成でなんかたくさんこう出てくるんですけど、大きく3種類なんですよ。あのテスト Q のランタイムになってるのがこの水色のところで、テスティングフレームワークごとに切り替わるところが灰色で、それあたりをうまくアダプトするのがこの白色のところですね。で RSpec の場合は RSpec Q っていう、なんですかね、実行ファイルがあるので、これを叩くと基本的にあの皆さんの手元でもあの GEM インストールテスト Q であのコマンドラインでテスト RSpec Q っていうのを叩くと並列テストできるんですけど、これの実装単純なんですよ。あの本当に入してエクゼキュートしてるっていうだけですね。入してそれぞれ準備してあのテストの解析とかやって、準備ができたらエグゼキュートでテストを実行していって、ランワーカーのところでそれぞれのこの RSpec だったら RSpec 用 の, あの灰色のところですね、 RSpec の API を使ってテストを叩くみたいな形の流れになっているっていうところ で, でここでちょっと一つ伝えたいのがプラガブルな構造になってるんですよ。テストっていう結構大変で、何が大変かというと今時点で言うと RSpec2 誰か使ってますとか、メニテスト4とか使ってます、どっちも10年ぐらい前のところなんですけど、とか旧カンバーとかもいろいろなんかサポートしてるんですよっていうところと、でテスト Q 自体はあのプロセス間の協調ですとか並列テスティングをする部分だけを持っていて、そこのランナー部分ってところはフレームワークスペシフィックにこううまくこう作り差し替え可能みたいな作りになっているというところが、まあ、RSpec だとこんな図なんですけど、こう拡張ポイントとしては2つ、このランナーとテストフレームワークで、ランナーはあのテスティングフレームワークごとに実行する API が用意されているのは当たり前です、違うのでそこをうまく使う。でテストフレームワークってクラスのところはあのテストの書き方ってテスティングフレームワークごとに当然違うじゃないですか、テストファイルの命名規則とかその辺とかをうまくこうアダプトしてあのテストファイルを解析してあの急に詰めれるようにっていうところを提供するって、この2点の API を拡張するようになってます。で中身的なところで言うとあのこうちょっとポイントとしてはあの右左側はテスト Q のコードから右側 の, あのテスティングフレームワーク固有のテストのところのコードを読むようになってるんですけど、このイテレーターマップってあるじゃないですか、ここがさっきのあの each したものはエニュメラブルだから、マップこのマップメソッドも中であのマスタープロセスと通信するというような作りになってるのがちょっとしたポイントで、中でこの RSpec World っていうやつあるんですが、これ RSpec World の名前僕結構面白いなと思ってるんですけど、これ RSpec の内部の API ですね。こういうものを使って最後 RSpec の内部的なところでランでテストを実行するというところなので、 RSpec がもしも実装を変えたらテスト機は動かなくなります。これはちょっと一個覚えておいてください。でこれが RSpec で、今度ミニテスト、これ比較するとですね、まあ当然水色の部分何も変わってないんですよ。変わってるのは灰色の部分が RSpec の API からミニテストに変わって、でそれを叩くように設計している下のところアダプターのコードですねのところも、ミニテストもですね、このこう左側が、テスト級のコードで右側がミニテストのコードなんですけど、このアンダースコアアンダースコアランっていかにも内部 API みたいなやつあるじゃないですか、あれをですねオーバーライドしてるんですよ。これ上書きしてるので当然何か変わったら壊れますっていうところがテスト級の作りです。もうこれは仕方ないっていうところで、それをですね今こんだけサポートしてるんですよ。マジかっていう風ですよ。でいうところであるんですけど、ものとしてはあの並列テストっていうところはあのなんていうんでしょうね、こう導入すれば早くなる。であの僕の8コアのやつでも8倍速くなるかっていうとそうでもなくって、例えばロボコップとかだと、まあ、大体3倍ぐらいで、多分他になんかこう使っいろいろなもの、あのテスト以外も当然パソコンで使ってるので、あの他のやつでプロセスで忙しいかもしれないし、共通のセットアップとかその辺とかで時間がもしかするとかかってるかもしれないとかいうところもあったりとかするんですよ。とりあえず速くはなるのであのおすすめです。ものによって5倍速くなるのもあったりとかと、また別の観点でさらにもうちょっと並列テストで早くできるかもっていうところあって、どうしてもやっぱ早いテスト遅いテストって出るんですよ、あの並列テストやってると。
のところで、まず並列テスト以前にテストっていうところは、それぞれのテストがお互いに影響しないように作りましょうっていうのは、もう2002年にケント・ベックが言ってる話なんですけれども、特に並列テストになると、例えば A っていうワーカーがデータベースの更新をして、 B の方が読み込んでテストパスしたけど、 A と B が順番変わったらデータベースの状態が違うからテストが落ちるとかいうふうにならないように、当然やりましょうという共通のリソースとかあるんだったら、それぞれ並列分用意して実行するようにしましょうとかいうところは並列テスティングに対する注意点で、さらにそれを進めるとですね、だいたいテストコードとプロダクトコードって1対1で大体作ったりとかしてると思うんですね。で、テストコードが遅いとその分ワーカーが長く掴んじゃうんですよ。で、短いとワーカーが掴む時間も当然短いので、短く終わるテストの方がたくさんのワーカーでいろんなさばき方ができる、つまり早くできる。で、遅いテストってもしかするとオブジェクトの責務が大きすぎるかもしれないんですよ。なので、もしかするとファットモデルがになっているとか、そういう注意点もあるかもしれないので、スローテストはもしかしたら設計の見直しの機会かもしれないなっていうところが、最近思うところの設計にとスローテストは実は関わりがあるのではっていうところの仮説です。なのでオブジェクト指向設計の原則とかなんで、そのシングルレスポンシビティプリンシプルとか結構もう一回見直してみるといいんじゃないかなと思ってます。というところで、アースペック使ってる場合は結構パラレルテスト、テスト級で、レイズ使ってれば、どっちも使えるんですけど、アクティブサポートテストケースっていうところは標準で用意されているので、なかなかいいのかと思ってるんですけど、じゃあパラレルテスト、テスト級どっちがいいのっていうところ、なかなか難しくて、これはもう皆さんに選んでもらうしかない。で、よくある仕様としては RubyGems のダウンロード数ですとか GitHub のソースとか、あとは僕個人にやっぱ大事だなと思うのは、メンテナンスどれぐらい頻繁にされてるのっていうのはちゃんと見た方がいいと思います。で、残念ながらパラレルテストは結構メンテナンスされてるんですけど、テストキーはこれまであまりメンテナンスされてませんでした。だけども個人的には設計としてはテストキー結構優れてるので、このままでは惜しいなと思ってたところで、ちょっとコミット権とか去年手に入れてるので、この辺とかどういうことやってたっていうところの話ですね。で、どういう経緯かというと、なんか全然もうメンテナンスされてなかったんですけど、マスターに入ってるやつでリリースされてないのがあったから欲しかったんですよ。で、聞いたところ、いや俺もう使ってないから興味あればメンテナンスやるとかいうふうに言われて、いや、やりますみたいな感じだったんですけど、 4,5 年メンテナンスされてないとどういうことあるかというと、柴田さんが Ruby ワールドカンファレンスか何かで話したんですけど、なんていうの、ソフトウェアって何もしないと壊れるんですよ。なんでとりあえずリリースは僕したんですけど、 CI は壊れたまんまで、結構 CI 壊れると何もできないんですよ。プリリクエストもそれがちゃんと動くのかどうかも何も信用できない世界になってしまってて、まず CI の復旧っていうのをどうしても必要で、でさらに結構昔なんで TravisCI で僕も昔お世話になってたんですけど、今使い方も全然何も覚えてないので、で GitHub Actions に変えました。で GitHub Actions っていうところはよく使われてるし、もしも自分がメンテナーから外れたとしても GitHub Actions だったら他の人でもメンテナンスできるだろうなっていうところの考えで一応やって置き換えしました。あと E2E ってところがバッツってやつを使ってるんです。シェルスクリプトをテストすることができるようなもので、Ruby Build とかSprockets とかというところとかを作ってるサム・ステファンっていう人がすごい人がいるんですけど、彼も今あんまり OSS 活動してなくて、2021年にこのバッツってアーカイブされちゃってるんですよ。とはいえ多分皆さんも分かると思うんですけど、 R スペックからミニテスト、その逆とかとテスティングフレームワークを仕事に置き換えできますかっていうのと同じなんですよ。テスティングフレームワークの置き換えって結構しんどいので、もうこれはちょっとあんまり前向きではないんですけど、もうこれはそのまま突っ走ろうっていうところですね。あとは E2E テストというとテストが結構安定してないっていうところは結構これもご多分に漏れず、中でなんか多分スリープかなんかのところ怪しいんじゃないかなと思ってるんですけど、最新のミニテストだと動かなくてちょっと古いバージョンでのものになってるんですけど、もうそれを頑張ろうとすると僕の精神が持たないので、もうとりあえず今の時点でもう出そうっていうところで、とりあえずひとまずちょっと古いのもあるけど全部グリーンにしたので、これでプロテクト来ても大丈夫っていうところですよ。ありがとうございますってところにして、のところから準備はできたんですけど、ここからですよ。今一見全部グリーンです。いいですか、一見ですよ。まずミニテストと旧カンバーが結構ピンしてます。で、R スペック2はですね、最近分かったんですけど、 Ruby3.2 で動かないんですよ。ファイルエグジスツの方が削除されててエラーになるので、そもそも動かないところもあって、もう捨てたいなと思ってるんで、今日これ話し終わったら捨てようかなって思ってます。メンテナンス楽になるんで。あと R スペック4ももう10使ってる人います？ R スペック4じゃない、ミニテスト4使ってる人います？
あ、もしくは R スペック2でもいいですよ。います？いないですよね。よし、いない、いないことにしよう。よし、なんで消せます。で、あと9カンバーが今最新8なんですよ。で、2なんですよ。 API も変わってて、さっき言ってた API 実装依存なんで動かないんですよ。とか、あと テストユニット動くように思ってたんですけど、昨日あれかな、なんかストーさんという Ruby コミッターがいてから、Rails で動かないというふうに聞いてるんですよ。で、なんかずっと放置されてて、なんかあれ困ったなという、なんか今でも困ってるのかなと思ったら、いや、もうなんかメンションしたんですけど、何に困ってたかよくあんま覚えてなくてごめんねってクローズされちゃって、なんかこれ再現方法とかもしもある人いたらちょっと直したいなとは思ってます。テストユニットはちょっと見たいなと思ってる。で、 RSpec 4とターニップは最近サポート入れました。RSpec4 は今開発版ですね。で、RSpec4 なんですけれども、RSpec の、コミッターの方からプリリクエスト来たんで、まあ、直接やり取りできればいろいろ情報聞けるので聞いてます。さっき言ったような API って安定してるのとか、開発版だけどみたいなところで、まあ、大きな変更はないだろうから大丈夫って言われてるので、もう一応今その言葉を信じてますけど、僕は別にそんな詳しいわけじゃないので、いや、なんか、こう、まあ大丈夫かなっていうところ。あるといいですねっていう。で、僕の提案としてでも、これ本心のところですよ。テスト級みたいなところよりは、ミニテストみたいに RSpec 自体が並列テストランナーの機構を備えてるといいのではっていうふうに思ってるんですよ。で、ミニテストにのように RSpec だけじゃなくてテストユニットとかその他のものもっていうところなんで、これは皆さんコントリビューションチャンスなんですよ。一見テストテスティングフレームワークって安定してても自分の手出しできそうにないみたいに思うところあるかもしれないんですけど、実はそうじゃなくて、そこの時間に対するものですね、正しく動くかどうかじゃなくて、それが早く何か終わるかみたいなところで、ちょっと Ruby の早くするみたいなテーマっぽいんですけど、みたいなところでまだいろいろ隙間があると思うので、いろいろそういうところを見つけてなんかやってみれるといいんじゃないかなっていうところと、あとはこれテストの話してますけど、なんかテスト機見てたら謎のパペットリントっていうのがあって、テストと関係ないものも並列化とかしてるとかあって、でも考え方としては面白いんですよね。さっき の複数のプロセス強調して並列にして終わらせるっていうところ、例えばロボコップもパラレルジェムとか使って並列で終わるようにしてるんですけど、そういったところを並列化によって何か解決するっていうところっていろいろまだ余地があると思うので、そういったところもちょっとまだ今後コントリビューションチャンスというところは眠ってると思うので、今回の発表とかアイデアにしてもらえるといいなと思ってます。というところで、まあ、プロセスを使ったプログラミングというところ結構基本的なところであるんですよ。その基本を使ってまた開拓できるというところってたくさんあると思うので、そういったところとかいろいろトライしてもらえるといいなと思ってます。じゃあちょっとまとめですね。テスト級ってところは結構内部 API に依存しています。で、今メンテナンスやってる僕的にはメンテナンスするんですけど、これは一時的な状態だといいなと思ってます。なのでテスト級 1.0 ってところはいかにも安定させられるのだろうかってところは、僕はもうなんかあんま自信はないので 1.0 にリーチすること、僕はメンテナンスではないかもしれないっていうところのところなんで、そうじゃなくてもうちょっと RSpec とかテストユニットとかでうまく並列テストとかでき、そもそもそちら側でできるようにってところは何かこう開拓とか皆さんの方でもしてもらえると面白いんじゃないかなと思うところと、あと現場的にはですね、まずやっぱ金なんですよ。金を手に入れましょう。シニアエンジニアをこう採用するよりも予算取る方が多分簡単なんですよ。特に成長していってるビジネスとかだとっていうところはうまくやるので、マネージャーの人とかそういったところはうまくやりましょうってところで、まあ、予算取り頑張っていきましょうっていうところです。で、僕がちょっとさっき通訳さんと話してて思い出したエピソードがあって、ちょっと記憶違いだとあれなんですよ。ケント・ベックっていう人がいて、エリック・ガンマと J ユニットっていうテスティングフレームワークを作ったんですよ。その昔1週間ぐらいだったかな。で、その時にテスティングフレームワーク、いや、みんな作るもんじゃないみたいな風に言ってたんですね、どうも。なんでそのパラレルテストとかそういったところとかも別になんか特別な人がだけが何かやってるとかよりは、みんながもうちょっとそういったものを参加してより良いテスト、なんかこう早くテストを回せるような仕組みですとかっていうところの世界とかになっていくといいなと思っております。というところで、ご清聴ありがとうございました。